ラドンは映画、空の大怪獣ラドンをはじめとする、東方製作の怪獣映画に登場する架空の怪獣である。ゴジラ、モスラと共に、東方三大怪獣と称される。翼竜プテラノドンが突然変異した怪獣。特撮美術監督の渡辺明がプテラノドンをモチーフにデザインしており、名の由来にもなっている。しかし、プテラノドンと比べると様々な差異があり、 その後頭部に生えている一本の角状の突起が、ラドンの場合は二本に分かれて生えている上、くちばしは蝶類のそれに近い形状で、蝶類にない歯が生えているが、プテラノドンなどの翼流に比べればとても小さく短い。腹部には、ニードルのようなゴツゴツとした鱗がある。尾は、プテラノドンの細い皮膜がついたものではなく、楕円状にゆるく広がっている。 着地しての直立に即歩行が可能で、翼を広げたままで、陸上走行を行うことも多い。超音速で飛ぶ巨体は周囲にソニックブームを巻き起こし、死街を破壊してしまう。シリーズによって攻撃能力が異なり、三大怪獣地球最大の決戦では、くちばしで敵をつつく攻撃や足の爪で引っかく、攻撃が主でゴジラと互角に戦う力を持っている。また、 ゴジラ VS メカゴジラでは、ゴジラの熱戦を受けて、ファイヤーラドンと化し、放射熱線と同程度の威力のウラニウム熱線を吐く能力を身につけた。海外では、ロダンと呼称されている。ラドンの声には、コントラバスの音と人間の声を素材として加工したものが使われており、本作の後も、ウルトラマンのアントラーや VS シリーズに登場したキングギドラ、 バトラの声などに流用された。ゴジラミニラガバラオール怪獣大進撃では、怪獣島の怪獣の一体として、地球攻撃命令、ゴジラ対ガイガンでは、キングギドラの大逆襲タイトル時期の企画に、味方側の怪獣として、モスラ3キングギドラ来週では、モスラの敵怪獣として登場する予定があったが、いずれも途中で変更になっている。ゴジラやモスラと並ぶ、知名度を持つものの、 タイトルに名前が冠された作品は2021年現在、デビュー作の空の大怪獣ラドンのみである。公開順。右は各作品に登場する怪獣。浮きは他の登場怪獣。空の大怪獣ラドンのラドン核実験の放射能や火山ガスによる高温化の影響で現代に復活した。劇中でプテラノドンとの関連性を示すような発言があるが、 直接は明言されていない。ただし、シナリオ上の設定でプテラノドンは、中世紀に生息した飛竜の一種で空飛ぶ、死疎鳥としては、最大のものとされている。阿蘇の炭鉱の奥で卵からヒナが誕生し、古代トンボの幼虫、メガネロンを捕食していた。成長した一頭が、阿蘇山から出現し、航空自衛隊の海マイナス86戦闘機と、 大規模な空中戦を展開して、追撃を振り切った後、佐世保や福岡に降り立って暴れ回る。この時、口から煙のようなものを吐いており、パチンコ屋に突っ込んだタンクローリーを爆発炎上させている。陸空両自衛隊からの猛攻によって危機に陥ったところにもう一頭が出現するが、最後は、基礎本能で阿蘇山に帰ってきたところに自衛隊のミサイル攻撃を受け、 その影響で、阿蘇山が噴火して二頭のラドンは脱出するもマグマの噴出に巻き込まれ、溶岩の中に消える。昭和期のゴジラシリーズに登場したラドンは、各作品のストーリー上の矛盾はあるものの、すべて同一のものとされており、便宜上二代目ラドンと呼ばれることが多い。初代と比べると、背中の形が異なり、全体がやや細身で、瞳も人間のそれに近くなり、首と、 口しは、初代より、若干長くなっている。尾の形状は、初代のような楕円型ではなく、本体に向かって、台形で飛びなどの猛禽類の尾葉に近くなっている。阿蘇山から登場した初代の同族。出現地点は、横浜上空箱根富士高原下落合。ゴジラを持ち上げて叩き落とすなど互角に戦うが、モズラが仲裁に入り、戦いは引き分けに終わる。 モスラに、キングギドラとの戦いに加わるよう言われるが、いつも我々をいじめてきた人類を守る必要はないと、ゴジラと共に拒否する。しかし、モスラの戦いを見ているうちにゴジラと共に参戦し、キングギドラとの戦闘中に、空中で急旋回して、体当たりをする。モスラを背中に乗せて飛ぶなど前線し、キングギドラを宇宙へ撃退する。ゴジラと共に、 X 星人によって宇宙へ連れて行かれ、キングギドラと戦う。X 星人からは、怪物霊にと呼ばれる。出現地点は、ワシが、サワ X 星富士の裾の近辺。その後、X 星人に操られて、ゴジラやキングギドラともども地球を襲うが、地球人の反撃で、コントロールが切れてからは、ゴジラと共闘して、キングギドラと再戦し、海へ落下する。 キングギドラを宇宙へ撃退するが、自身はゴジラと共に最後まで海から姿は見せない。小笠原の怪獣ランドで保護されており、近海の海洋牧場で飼育されているイルカを主食としている。出現地点はモスクワウラル上空東京第7.8地区、富士山麓青木ヶ原。怪獣ランドを占領したキラーク星人に操られてモスクワを襲撃した後、 ウラルサン無役上空で SST を撃墜し、宇宙船、ファイヤードラゴンの護衛を任せられる。キラーク星人のコントロールが切れた後、バラン、バラゴン、マンダを除く怪獣と共闘し、富士の裾野で、キングギドラと戦うが、途中で戦いから外れて飛び立っている。キングギドラを倒した後に出現した、怪獣ファイヤードラゴンに接近するも、高熱で負傷させられるが、 ラストでは再び怪獣ランドに戻っている。アドノア島のプテラノドンが島に投棄された核廃棄物の放射性物質で変異した怪獣。その巣にゴジラザウルスの卵を拓乱された状態で中世代から眠りについていたため、ゴジラザウルスの幼体イコールベビーゴジラを同族の兄弟だと思い込み、その卵を守っている。ベビーゴジラの卵に反応して出現したゴジラに、 機動力を生かして前線し、ついには岩山に生き埋めにするが、直後にゴジラの尾の一撃で叩き落とされ、何度も踏みつけられた末に飛翔しようとしたところを放射熱線を浴びせられ、敗北する。飛膜内に大きな骨のようなものが見受けられるが、設定ではこれは欠陥であるとされている。また、頭の突起物も2本から3本になっているほか、尾の形も、 初代や二代目の平面な尾ではなく、背部に棘の列が並ぶ、細いものに変更され、くちばしも長くなり、よりプテラノドンに近づけられている。ゴジラに破れたラドンが、ベビーゴジラの卵に付着していた、古代のシダ類の植物、シップにオキスをサイコメトリングして出来上がった、エスパーコーラスの影響で赤く変化した姿。口から、ウラニウム熱性を吐くことが可能となった。 シップにオキスの波動に激しく反応する。出現地点は、アドノア島、青森、松島・仙台・太平洋、上空・東京・幕張。同じ巣で生まれたゆえに兄弟だと思い込んでいる、ベビーゴジラを追って、青森市、仙台市、松島、東京湾、浦安市に飛来し、ベビーゴジラを輸送中のヘリコプターを破壊して、輸送用のコンテナごと、ベビーゴジラを強奪する。 幕張に降り立った後はコンテナからベビーゴジラを引き出そうとするが、そこに到着したガルーダやメカゴジラと交戦する。ドッグファイトの末にガルーダを撃墜し、メカゴジラの右目を破壊するもプラズマグレネードの例、距離発射で胸を破られ、緑色の血の泡を吹きながら倒されてしまう。しかし、 同じくベビーゴジラを求めて到着したゴジラまでも、スーパーメカゴジラによって瀕死に陥った際には、残り少ない命を振り絞って飛び立つと、スーパーメカゴジラの攻撃を受けながらも、ゴジラの元へ降り立ち、そこで、体組織が体内の放射性物質に耐えられず風化する。これによってゴジラにエネルギーを与えて、復活させるだけではなく、舞い散った粉は、 スーパーメカゴジラのダイヤモンドコーティング装甲を溶かして、プラズマグレネードを使用不可能にした上、粉からの強力な妨害電波の発生によって景気にトラブルを起こさせて、コントロール障害まで招いた結果、ゴジラに正気を与えることとなる。X 星人の手先として登場。日本人初の国連事務総長、第五の乗る事務総長専用機を襲撃した後、 アメリカのニューヨークで暴れ回って衝撃派でビル街を破壊していき、迎撃に出た空中戦艦ランブリングと交戦する。その最中に一度は X 星人に回収されるも、再び地球侵略のために解放され、ランブリングを撃沈する。その後、キングシーサーやアンギラスと共にゴジラを倒す資格として送られ、富士の裾野で戦う。連携攻撃を試みるも、 ゴジラが尻尾で引いたアンギラスボールによって撃墜された上、アンギラスとキングシーサーが倒れているラドンの上に次々と飛ばされ完全に繊維を消失する。武器は超音速衝撃粉砕波。映像作品としてはモスラと共に15年ぶりに登場。CG で描かれ、初代に近いが翼竜よりは快調前とした用紙になっている。巣はメキシコイスラで、 マーラの火山内で休眠状態のところをモナークに管理されていた。現地では炎の悪魔と呼ばれて恐れられている。太陽は溶岩のような形状をしており、翼端が灼熱している。口述の通り、モスラの臨粉を焼く際には胴体から爆発状の火炎が発生し、モスラの毒針に刺された際には傷口から炎が噴出していた。高熱を利用した。 上昇気流によって、急速な上昇飛行が可能である。アランジョナに強要された、エマ博士が自身と夫の開発した装置、オルカを起動させたことによって目覚めると、ミサイルで攻撃してきたモナーク部隊を追って飛び立ち、近辺の街をソニックブームで壊滅させ、モナークの戦闘機体も全滅させる。モナークの誘導先で遭遇したキングギドラとは、 交戦するものの海に落とされてしまったため、オキシジェンデストロイヤーの影響は受けなかった。それ以降、世界中の怪獣をコントロール下に置いたキングギドラに従う怪獣の一員となり、ゴジラをセリザワ博士たちが目覚めさせるまでの時間を稼ぐために出撃した部隊を攻撃する。その後、ゴジラとキングギドラの戦いでは、モスラの火星によって、ゴジラが一時優位になると被害し、 モスラと対決する。高熱を帯びた体によって、モスラの輪噴ンンを焼いて無力化し、空中戦でも優位に立つものの、追い詰めたところで、モスラの腹部の毒針で貫かれてダウンする。ゴジラが、キングギドラを倒した後には、他の怪獣たちと共に強遵する。エンドロールでは、フィジー諸島の火山に移住したという記事が一瞬映る。ゴジラやモスラと共に、緑の惑星。 怪獣プラネットに生息していた。飛来した宇宙探査船アース号にウラニウム熱線で襲いかかったりしたが、アース号の惑星からのワープによる離脱に巻き込まれたのか地球の東京に出現し、ゴジラと戦う。アース号から散布された惑星の緑の好みを浴びて、おとなしくなり、青い光球に包まれて宇宙へ帰る。ゴジラアイランドの怪獣として登場する。 口しによる月攻撃が得意技。ゴジラと共闘し、敵が送り込む怪獣と最前線に向かうことが多い。人工太陽編では、メガロを掴んで上空からデストロイヤに落下させるなど、頭脳攻撃を見せる。島にあるラドン温泉には体を癒すためによく入浴している。造形物はバンダイの祖父ビ人形。ラドンが炎の精霊の力を得て、 パワーアップした姿。名前こそ、ファイヤーラドンだが、通常のラドンの色違いだったオリジナルと違い、全身が炎に包まれて輝いており、口から火炎を吐くなど、設定もオリジナルと異なる。ネオヘドラが出現した際、かつてヘドラを倒すためには、ゴジラの熱戦では、威力が足りなかったことから、キングシーサーの提案で誕生する。誕生には、人間の祈りも必要となる。 口から強力な超高熱火炎を発射し、その火力は4万度に及ぶ。翼流、ケザルコアトルスに似た怪獣。体組織から放射性物質であるラドンが検出されたため、未確認生物ラドン検出などと報道されたことで、いつの間にかラドンと呼ばれることになった。また、その鳴き声からは高周波の電波が発信されているほか、自身も、 特定の波長に反応する性質があることから、電波怪獣ラドンとも呼ばれている。千葉県房総半島の逃げ押しに、小型の個体が出現した後、海中から生態が群れで出現した。ラドンのテーマは、1993年の、ファイヤーラドンに至るまで、伊福部小作曲のテーマ曲が使用されてきた。テーマ曲は大きく分けて2種類あり、それぞれ、初代ラドンのテーマ、 2代目ラドンのテーマと呼ばれる。ファイヤーラドンのテーマも2代目のものの編曲であった。初代のテーマはアントン・ベーベルンの曲風の高音の弦楽器のバックに低音の金管楽器のメロディーが被さるという独特のものであった。ラドンのテーマを含め空の大怪獣ラドンの音楽は全体的にゴジラから続くスタンスを踏襲した壮調なものであった。一方、 怪獣映画が子供を強く意識したより、娯楽性の強い映画に変貌した当時に発表された二代目のテーマは、トランペットが高らかに旋律を奏でるという旋律を重視した、より明快な曲に変更された。これは、怪獣を恐怖や不安といった漠然としたものの具象としてではなく、よりヒーロー性の強いキャラクターとして描くようになったことによる変化であった。また、 テーマ曲におけるゴジラとの差別化という観点もあった。ゴジラ VS メカゴジラでも作中でのラドンの位置づけからこの路線は継承された。この作品では2代目のものに重厚さを増した編曲がなされた。このような従来のテーマ曲の重厚化は平成シリーズにおける編曲の基本であった。ゴジラキング・オブ・モンスターズにおいては 他の登場怪獣がそれぞれテーマ曲を制作されているのに対し、ラドンについては特有のテーマ曲はないが、劇中の登場から追走劇の BGM がロダンと題されており、ボストン戦の BGM、バトルインボストンにおいてもラドンの登場シーンに該当する部分へ引用されているなど、事実上のラドンのテーマ曲として扱われている。内容は異なっているものの、 金管楽器を多用していることや特定の旋律を繰り返すことによって怪獣のテーマとして印象づける展開は過去のラドンのテーマ曲と共通する。また、このロダンにおいてはロダンと名前を連呼するコーラスが入っているのも特徴となっている。ありがとうございます。